村尾海樽は、日本の社会評論家、社会運動家、編集者、社会主義者、新潟県出身。高校卒業後上京し、間もなく政治活動をはじめ、革命的共産主義者同盟全国委員会、中核派に参加。中核派を離脱した後、1975年から、日本革命的共産主義者同盟に所属し、その後、1980年より、 政治グループ稲妻を結成、主催した。1996年に政治グループ稲妻を解散の後は、特定の政治集団に属さず個人で活動している。近年は、日本共産党への一方的支持を表明している。また国鉄分割民営化にあたっての旧道路松崎明の対応を称賛している。1990年最奥系知識人、活動家。 市民交流サロンのフォーラム 90S に参加し、1998年解散後は、オルタフォーラム9を創立したが、現在は解散している。フォーラム 90S の後継団体の一つである、アソシエ21には参加しなかった。1995年出版社、ロゴス社を設立し社長を務め、雑誌、カオスとロゴスを発行。2005年、 各月監視、もう一つの世界へ編集長を経て、2009年より、後続の各月監視、プラン B を発行した。2011年11月、特定非営利活動法人日本進路研究所を発足させ、入村光二ロゴス主催として、理事長に就任した。社会主義理論学会委員でもある。ありがとうございます。